石雄蔵は、中華民国の軍人。北京政府、国民軍、国民政府の軍人。国民軍では、兵玉将敗下の、十三王の保つの一人と、称された。字は、干将。はじめは、学問を志していたが、貧困のために1908年から軍隊に入る。最初は、長春に駐屯していた第三鎮の御配布に属した。 1912年から兵玉賞配下に属し、第16混成旅、第11市などで次第に昇進した。1924年10月の北京政変を経て、国民軍が設立されると、石友さんは、第一軍第8混成旅旅長に昇進した。民国14年春、第6市市長に昇進した。1926年の南口の戦いでは、 三世省の遠釈山が国民軍の後輩を脅かしてきたため、両有の反復と共に三世軍を迎撃し、前線した。しかし、国民軍は劣勢となったため、同年8月に南口を放棄する。長野エラの本体は水炎省へ撤退したが、石友さんと反復はそれに従わず、遠釈山に降伏した。同年9月、 氷玉将が帰国して御元受け止を行うと、石友さんと、反復は、氷玉将の下に復帰し、石友さんは、国民連波軍沿線第五祖辞葬式に任命された。翌年6月、国民連波軍が、国民革命軍第二集団軍に、改組されると、第一方面軍副葬式兼第五軍軍長に、任命された。石友さんは、 中国国民党の北伐に参戦し、山東省で北京政府側の孫伝方軍を撃破するなどの軍港を挙げた。北伐終了後の1928年、軍縮に伴い、第24支市,市長として河南省南洋に駐屯した。石友さん、最新市な洋人連1941年1929年、表玉省と、 紹介席の対立が激化し、ついに衝突が不可避となる。しかし5月22日、石友さんは、反復とともに、表玉省への追随を放棄し、紹介席に基準した。これには、紹介席側からの増賄の効果もあった。10月、石友さんは、暗記賞政府主席に任命された。この直後、湖南省の当政地が、 石友さんに、紹介石への反旗を翻すよう密かに呼びかけてくる。そして12月、石友さんは、突然、紹介石に反逆し、南京を砲撃した。これは、紹介石にとっても予想外のことで、一時代混乱となった。ところが、石友さんは、紹介石に対抗し得ないことを悟ると、すぐに逃走し、河南省の反復を頼った。 翌年の中原大戦では、石友さんは、再び藩省解析に転じ、かつての上司である、氷玉省円尺山に着いた。石友さんは、第四方面軍総司令として、昇解析軍と戦う。氷玉賞、炎釈山の敗北が確定すると、石友さんは、長学寮、反復の圧戦により、昇解析に降伏した。 小解析から第13素地葬式に任命されている。ところが1931年、反小解析派が、公衆で、国民政府を別に受立すると、石友さんは、またしてもこれに組みし、公衆国民政府から第5集団軍総司令に任命された。結局、同年8月には、長学寮らに敗北し、三島省の反復を、またしても頼って逃げ込んだ。 1932年からは、石友さんは、河北の総鉄原の下で活動するようになる。また、この頃から、土井原賢治など、日本側と交渉を持つようになっていく。1937年の日中戦争勃発後の、当初は、石友さんも交戦に従事する。翌年2月に、第69軍軍長、5月に、第10軍団軍団長に任ぜられる。 12月に、鬼殺戦区副司令券チャハル省政府主席となった。第二次国境合作が成立していたにもかかわらず、石友さんは、反響姿勢を鮮明にし、八祖寺軍への攻撃、圧力を強めた。しかし、1940年2月、八祖寺軍の反撃を受けて、三島省総研に逃げ込む。その後、日本軍から、 河北省省庁等の地位を提示されると、石友さんは、日本への投降を拡作した。しかし、同年12月1日、紹介席の秘密命令を受けていた、石友さん下の、新八軍軍長、高木伊佐は、牧被で、石友さんに対して、平変を起こして、これを捉えた。石友さんは、その反復常なきありさまから、東華将軍と呼ばれ、また、 生き埋めなど残虐な処刑を好んだことから、石子王とも呼ばれていた。しかし、その石友とももまた、捕らえられたその日の夜に、高木久夫により、生き埋めの刑に処せられたのであった。去年50、ありがとうございます。